昔々その昔、鳥と獣の大戦争がありました。野と言わず山と言わず、至る所に激しい戦いが行われました。やあやあ、我こそはウサギだ軍兵衛じゃ。目にもの見せてくれるわ。何をほざくか。わしは木地山大膳じゃ。いざいざ。おっと、この場は逃げるが勝ちじゃ。拙者は犬塚信。はて、どこかで聞いたことのある名じゃ。この語りめ。拙者は服部半蔵じゃ。とんだ取り違いだ。とも大変な争いであります。些細なことから始まったこの戦、いつ果てるともなく延々と続くのでありました。えい、水さん、孫悟空だな、おのれ。お互いに一歩も譲らず、おいつおわれつ三夜を駆け巡るのであります。それいつもは仲の悪い猫とネズミも、この時は味方同士、何かと力を合わせます。よく注意しろよ。それ。やだねと。こりゃやだよ、性に合わないよ。何をしている、とんでもない、今戦だぞ。腹が減っては戦はできぬわ。落ち着け落ち着け。全ては食ってからじゃ。それもそうだな。うん、あ、うまいうまい。かゆいな。ぎゅ。この大騒ぎの中にコウモリという利口者がおりました。お、やっとるやっとる。一つ形勢を見てやろう。鳥の旗色が良い時には鳥の方に、危ないな、どうも。おい、取ってくれ。それ切り込め。獣が勝ち戦の時には獣の方に、これはいかん。万一捕まった場合にはどちらへも言い抜けする。待て、貴様鳥だな。
いえ、獣でございますよ。ご覧ください。私はネズミの一頭でございます。何？そうか、よし。危ないところだった。待て、貴様獣だな。とんでもございません。私は空飛ぶことができます。この通り私は鳥様のお仲間に添いござりませぬ。よし、許して使わす。そしてひとしきり戦の済んだ後では、戦場に落ちている刀を拾い集めては金に換えるというアコギなことをしておりました。ひめひめ。さて、長い間の戦争で鳥も獣も疲れ果てました。そこで互いに使者を出して仲直りの相談を始めました。戦はもうこりごりでござる。そもそもその方ら獣たちが始めた戦じゃ。何、偽りを申すな。こら、いかんいかん。戦はもうこりごりじゃな、まったく。いよいよ相談まとまって、めでたく手打ちの式も済み、続いて大親睦会が開かれました。大広間に会した鳥と獣たち、皆どんなにかこの日を待ち望んだことか、祝いの膳を前に一同かしこまっております。これ。窮屈な紙下は脱ぎ捨てて、生地丸出しの無礼講と相なりました。ああ、うまいうまい。そして余興大会が始まりました。いよ、文武茶釜、いいぞ。と次なるはコウモリの舞。これは、あいつめ抜け抜けと、けしからん。その踊り、待て待て。お手前はいつもまめまめしくお働きなさるが、一体鳥型か獣型かいずれでござる。手前はその獣型でもあり、してまた鳥型でもござります。なんと、都合のよい方につきまわってうまい汁を吸う不届き者。さようなやつは断然我々の仲間に入れ申さぬ。ご同様に我々仲間にもかような卑怯者はまっぴらごめん。どうぞお慈悲を持って皆様のお仲間に、お仲間に入れてくださりませ。お願いでござります。うるさい両替者め、とっとと消えてなくなれ。それから後、さすがに恥知らずのコウモリも昼日中は顔出しできず、ただ夜の世界だけを音もなく飛び回る身の上となりました。
コウモリ一巻の終わりであります。